それでは行きましょう。ゴーピーロード。皆さん、手拍子いただいてもよろしいでしょうか。シメハート、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 
しみいただけましたでしょうか。ありがとうございます。それではパフォーマンスのラストは横浜ビーコルセアーズ勝利の儀式ワイセレブレーションで締めくくらせていただきたいと思います。ワイセレブレーションなんですが、横浜ビーコルセアーズが試合に勝利した際、ホームアリーナが一体となって勝利の喜びを分かち合う特別な儀式なんです。ぜひ皆さん一緒にやっていただきたいんですけど、早速練習してみましょうか。お願いします。横浜の Y のポーズ。さあ皆さん、一度カメラを置いていただいてもいいですか。 Y のポーズ見たいです。ぜひ皆さん Y のポーズお願いします。 ありがとうございます。さあ皆さんバッチリですね。ありがとうございます。さあそれでは本番といきましょう。音楽に合わせていきます。それでは横浜ビーコルセアーズ勝利の儀式ワイセレブレーションです。レッツゴー。さあ手拍子お願いします。さあ楽しい決勝戦を盛り上げるために皆さん、もっともっと大きな手拍子お願いします。さあさあ練習したワイドポーズポイントはせーの、ワーイ。ありがとうございます。さあそれではいよいよ決勝戦が始まります。決勝戦に出場する選手の皆さん、心から応援しております。本日はありがとうございました。ラッカー最終ピンドーンより対して皆さん、大きな拍手をお願いいたします。決勝戦もビーローズが試合を盛り上げてくれます。よろしくお願いします。さあここでタイムアウトコール。さあタイムアウトコールは追いつかれたですね、相模原プロセスのタイムアウトコールです。このタイムアウトは1試合で1回使うことができます。この時間帯で引き切ったのは相模原プロセス、10対10の同点です。今一度試合時間は10分1本勝負ですが、どちらかのチームが21点いきますと、その時点で KO ゲームとなります。さあ、ケイタの2リバウンドは相模原プロセス。さあ、リバウンドボールのないところでのファールコールとなります。これで最後はチームワールが5つ目。レッツゴー。残り時間は2分、10対10。さあ、アタックねじ込んできた、グッサーン。ファールコール。さあ、相模原プロセスのファール。これで両チームともチームファールは5つ。10対11です。1点リードはディフェンス相模原プロセス。1点を追いかけるはオフェンスサイモン。さあアタック、トラベリングバイオレーション。さあオフェンスボールは相模原プロセスになります。レッツゴー。さあバックドア N1、 バスケットカウントワンスロー。これで2点です。そしてボーナスのワンショット決めれば3点差。イエース、ナイス。さあナンバー2、グサン渋谷のウスキーワンショット。さあしっかり決めて3点差。3点を追いかけるはサイモン。